はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルージーです。では今回は提督の決断パープキット PS2 版の続き、日本国プレイやっていきたいと思います。でシナリオはですね、坊の岬沖海戦、つまり、日本が沖縄を攻略された後からという、大ピンチの状態から始めたものの、まず沖縄に展開していた沖縄軍の空母、それに基地戦力を撃退したというところで、資源の確保のために南シナ海を攻略進めていたというのが前回になります。で、今回はその続きになりますね。まずはですね、やっぱりマラッカ海峡をシンガポール取りたいんですが、このシンガポール取るのも大変なんで、進行ルートをね、どうするかっていうところなんですけども、絶対に守らなきゃいけない日本近海とその南シナ海を守りつつ、攻略を進めていくってなると、艦隊の動かし方がかなり難しくなるんですよね。なので、当面の間はちょっとね、退屈皆さんしてしまうかもしれないんですが、潜水艦、これをね、ひたすら作っていくというちょっと消極的な作戦になるかなと思います。では早速続きを始めていきましょう。艦隊の数はね、5個艦隊しかないという状態で、作れるものも今鉄がないので、飛行機ぐらいしか作れるものがないんですが、作れるものは作っておこうという形になるので、やれることをね、やっていきます。まずは技術投資を薄くでもいいのでしっかり入れておきましょう。工業がもうボロボロだな、日本は。で、物資援助は援助できるもの特にいないんだよな。まあ、ドイツも鉄がなくてかなり苦しそうな状況が見て取れましたが、となると国政でもう終わっちゃったから無理か。兵器開発入れておきますか。戦艦、キー型戦艦、これとか作る余裕ないからな。開発資金をここに投入するのはちょっともったいなすぎるんでやめましょう。航空機もね、戦闘機、ライデンとかありますけど、これを作る余裕あるかって話だよね。ちょっとやめましょう。あくまでもね、作りたいのは、今欲しいのは、潜水艦ですからね。ただ作れないんで、一隻たりとも。鉄が足りなすぎるんで、ここはもう鉄を確保するために一ターン進めちゃいましょう。一応ですね、輸送船っていう意味で言うと、マレーには7隻に変えて、で、南シナ海にはハイビスを増やしましょう。で、沖縄なんかも、もう正直、取れるものってないに等しいんで、いいでしょ、このままで。日本近海までこれ以上減らせない。これで一旦進めましょう。敵が侵攻してこないことを祈るしかない。どうだ？大丈夫だね。ありがたい。で、ここでお金のボーナスが入りますよね。南シナを攻略したことによって。このお金は大きいな。次、マラッカなんて話にならないんで、レイテか。小笠原か。まあ、小笠原だな、普通に考えたら。絶対防衛ラインを小笠原に設定したぐらいですからね。まあ、資源はあまり期待できないと思いますが、それよりも、鉄よ、鉄。鉄がむっちゃ入ったぞ。これで生産ができる。ズバリ今欲しいのは潜水艦だ。潜水艦をありったけ作りましょう。
そうだな、建造資金が一番少なくて済むものがいいけど、航行速度は速いに越したことはないので、20キロノット出るもので選んでいくと、この7型が一番安いな。これを10席、いや16席作ろう。これで1個の潜水艦隊が作れる。あ、待って待って、自分でつけたくない。 OK だ。で、あとは空母だよ。空母が欲しいんだ。赤城型正規空母。いや、赤城なんて今更さ、いらないよって感じだよね。空母加賀。信濃型だと47機はきついよね。こここそ設計だな、そうなると。早い段階で空母を設計し直そう。信濃型をベースに、手法はなしでいい。対空装備は、まあ、一旦デフォでいこう。航空機の数よ。まあ、100機ぐらいまでは搭載したいからな、少なくても。140機。航行速度は27キロ出るんだったらいいけど、防御だよね。だからちょっと速度を20キロぐらいまで落として、で防御を上げよう。甲板を30、これがどこまで効くか分かんないけどね。速度を落としてでも、やっぱり欲しいんだよね。敵の空母の攻撃にさらされることを考慮した上で、で速度はこの上で21キロが限界ね。となると、あとは微妙なところで調整をして、マックスまで、終戦まで使える、そういうコンセプトでこの空母を作りましょう。で、この天下無双に乗せる艦載機、これよ。艦上の爆撃機ですね。彗星をベースに設計していこう。この辺りはデフォでよくて、爆撃能力を1000キロに変えて、急降下はもちろん装備させると。で、偵察能力なんてどうでもいいんで、エンジンも、まあ、これから変えようもないからな。エンジン2の方がまだ上。できれば、5000は飛びたい。最高速度が365に落ちるけど、これでいこう。よし、これでいいね。一撃離脱の爆撃機ということで、期待しましょう。これらがね、うまく機能してくれることを。で、あとは国勢をやっておきます。
で、直近だともう本当にね、どうにもならないんで、残った鉄とお金を使って何をするかというと、もう皆さんお気づきだと思うんですが、そうです。あれです。潜水艦です。潜水艦を作ります。20キロノット出て、まあちょっと今度お姿作る？じゃあ7隻。もうね、この潜水艦で、なんとか、急場をしのぐしかないので。ただ天下無双型のね、空母。これが、建造完了すればね、ちょっとまだ戦えるかなとは思うんですけど、それまでの間どこをこう攻略していくかだよね。艦隊ちょっと見ておきましょう。損傷してる艦艇をどうするかだよな。3隻損傷してるもんね。さあ、ではこれでちょっとまたね、時間を進めちゃいましょうか。敵艦隊が攻め込んでくる可能性は十分にありますけど、まだ大丈夫？大破してる艦隊をな、こいつらをなんとか直してあげないとね。また鉄がないか。鉄が入ってこないことにはね、どうにもならないからね。まあ、物資援助はどうだろう。足りてないもの何かあるのかっていうと、ドイツ軍はそうだな、石油だな。石油をあげるよ。本当石油今余ってるからな。動かすだけの艦隊がないんで。で、技術投資をじゃあちょっと厚めに入れていきますか。厚めにといっても、まあ知れてるんですが。ああ、来たね。沖縄沖か。沖縄沖は、もうどうしようもないね。奪われても。ただ沖縄沖に、さらに艦隊を出す余裕がないんで。まあ、やるんだったら潜水艦だよな。いや、小笠原沖じゃなくてさ、先に沖縄沖だろう。攻略するんだったら。ちょっと沖縄沖に艦隊出しましょうよ。このままね、見過ごすわけにはいかないと。第4艦隊として、未配備艦から潜水艦を16隻。これで沖縄の最奪還戦ができるんじゃないか？2個の潜水艦隊と第3艦隊で春菜、この辺り大破したままなんだよな。4隻しかいないからな。これで戦うのちょっと無謀だよね。だったら、いや、ヤマトも大破してるから無理だよ。長門もきついわーっていう感じになるけどね。どうしようかな。ちょっと大破してる艦艇はさ、出せないでしょ、やっぱ。
となるとちょっと艦隊を一時的に再編するしかないね。まず大破している艦隊は、第7艦隊っていう形でちょっと変えてしまって、このままドック入りさせ続ける方が正解でしょう、どう考えても。なので第1艦隊を投入しましょう。で、第2艦隊からも大破しているものがあるんであれば、やっぱりそれをね、長とか大破か、排除して、せめて中破している艦隊で挑む。それでいきます。なので今回投入するのは、第一艦隊を沖縄戦に投入しましょう。はい、ではね、ちょっと今回海戦シーンお見せできていないんですが、ちょっとここ怖いところなんで一旦終わりにしてですね、セーブをしてプレイをしてみたいと思います。で、ちょっとどうにもならなかったら、今回の件はチャラにしてもう一回やり直してると思いますんで、一旦じゃあ今回はここで終わりにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。